こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、ちょっと驚きだったんですけれども、スウェーデンが実は入国制限を解除していた、我々日本人もしくは日本から渡航される方に対してですね、制限を解除していたというお話をさせていただきたいと思います。スウェーデンと言いますとですね、いわゆる集団免疫ですね、ヨーロッパでは1カ国だけ違ったやり方をしていて、ロックダウンをしないで集団免疫が、あんまりうまくいかなかったというイメージがちょっとこうあるんですけれども、それに関してですね、ちょっとお話をさせていただきます。それではまずですね、新規感染者数、高齢の新規感染者数ですね、スウェーデンは特にちょっと気になりますが、今一体どうなっているんでしょうかということなんですけれども、意外とですね、なんかかなりの波があるような形なんですけれども、もうほとんどこう収束に近いですね。例えばと言いますか、最新データ7月17日ですね、7月17日で152人ですね、日本の半分ぐらいになってますけれども、かなりのこう出入りの激しい、出入りの激しいってちょっと表現違いますけれども、そんな感じですけれども、本当にこの辺から少なくなってきていて、収束に向かっていっているっていう、そんな風な状況が見て取れるグラフですね。でですね、このスウェーデンというのはですね、北欧の中でもこのフィンランド、スウェーデン、ノルウェーと3つ並んでいる真ん中にありましてですね、星のあるところがですね、ストックホルム、首都のストックホルムですね。でですね、ストックホルムというのはですね、北のベニスと言われているぐらい水が豊かなところで、町として見るとですね、このいろんな島がたくさんあって、そこが橋でつながれているというふうな感じなので、実際島という感覚はほとんどないんですね、ないんですけれども、その分水が豊かなので、このストックホルムのですね、この観光クルーズなんかは非常に人気がある、そういう町ですね。本当に美しい町です。でですね、この7月の2日においてですね、7月の2日ですね、ストックホルムじゃない、スウェーデン政府がですね、入国禁止措置をですね、8月31日まで延長するっていう、発表をしたんですね。国内の状況を鑑みてのことだと思います。ちょっと話違うじゃんとか言われそうなんですけれども、この8月31日まで延長措置が決まったのは間違いないんです。ただしですね、日本を含む14カ国の居住者は例外です。つまり日本を含む14カ国、皆さんももうご存知だと思いますが、例えばオーストラリアとかですね、カナダとかニュージーランドとか、そういったですね、いわゆる低感染国、いわゆる安全国と呼ばれるようなところですね、そういう国からの渡航は例外ですよ、大丈夫ですよ、禁止しませんよということになってるんですね。実際これが発表されたのは7月の2日、そして施行されたのが7月の4日以降なんですね。でですね、この入国条件というのは事実上ありません。もう何にもないです。もちろんその PCR 検査とかですね、自己隔離もないですし、あと事前の何かこう申請をするとかですね、そういったものもありません。本当にもうコロナ以前の状態で入国できるという、そういうことですね。でですね、ただこの入国条件とかですね、先ほど申し上げた14カ国の中に今日本が入ってるんですけども、こういったものは状況に応じて変わります。通常の時期であれば、コロナがない時期であれば、ジャパンパスポートが揺らぐということは絶対にないと言っていいぐらい安心の日本なんですけれども、こういうコロナの状況のような場合はですね、それぞれの国の考え方ですね、それによっても変わりますので、入国条件に関しましてはですね、要都度確認というふうに覚えておいてください。ではそのフライトですね、実はですね、日本からスウェーデンっていうのは直行便が飛んでないんですね。で一時期ですね、もう何年も前になりますけれども、スカンジナビア航空がですね、ストックホルム経由でコペンハーゲンっていう、一応日本からストックホルムの直行便を、やったことがあったん飛ばしたことがあったんですけども、すぐ終わってしまいまして、で実は今年ですね、全日空が羽田からストックホルムへのそのフライトをですね、デイリーで運航することが決まっていたんですね。決まっていたんですが、現在ちょっとペンディングに、こんな状況なのでペンディングになっております。ではですね、スウェーデンまでどのようにしていくかということなんですけども、一応ストックホルムへ行くということで考えてみますと、日系とか欧州系、ヨーロッパ系の航空会社ですね、ヨーロッパでの街のどこかで乗り継いでストックホルムに行くということは今でもできます。ただご希望の航空会社が今デイリーフライトで飛んでないケースが多いので、ご希望の航空会社、ご希望のお日にちに乗れないということはあるかもしれないですね。それから中東系です、人気のあるエミレーツ航空とかカタ
タール航空とかですね、まあ、こういったところはですね9月からなんですね。というのはですね、日本からはもう現在も飛んでおります、飛んでいるんですけれども、その中継基地となる例えば乗り継ぎ地ですね、例えばエミレーツ航空だったらドバイ、カタール航空だったらドーハですね、この、まあ、彼ら の, そのホームグラウンドなんですけども、そこからスウェーデンへのフライトが9月から飛ぶんですね、まあ、そのためにですね日本から行く場合も、まあ、9月以降でないとそのフライトがないので、まあ、乗り継げないということで、中東系は一応9月からというふうになっております。まあ、どうしてもこれをですね避けて通れない問題がこの2つですね。もう皆様もよくご存知ですね、外務省の渡航勧告レベル3ですね、渡航中止勧告が出ております。まあ、勧告というのは命令ではないので、行こうと思って行かれないことはないんです。ただですね、ご帰国の際の PCR 検査、これはですねもう逃げられないんですね。もう皆さん必ず受けていただかないといけない。でですね、検査の結果、まあ、大体、即日もしくは翌日ぐらいには出ますけれども、陰性の場合には14日間の自己隔離、自宅隔離ですね。ただこれもですね、ご自宅までのお戻りに公共交通機関が使えないので、まあ、ご家族に車で お迎えに来てもらうとか、そんな感じになってしまいます。それから、陽性の場合です。陽性の場合はもう入院もしくは療養というふうになりますので、これはもう致し方ないと思います。まあ、心ところの問題がですね、これがちょっと一応7月末日まで の、まあ、措置なんですけれども、延長される可能性はあります、ね、これはもう厚生労働省が決めますので、もともと6月末までだったのが7月末まで延長されてますので、この8月以降にも延長される可能性はまだ十分ありますね。今回ですね、スウェーデンが、まあ、日本人に対して、まあ、他の国でもそうなんですけれども、その14カ国の居住者に対して入国制限を解除していたと、そういうお話ですね。この写真はですね、キャンプリパンというホテルで、キルナという町にあるんですね。このキルナという町はですね、スウェーデンのかなり上の方、まあ、北の方でですね、いわゆるオーロラリゾートなんですね。でこのホテルはね、とっても良いんですよ。そのキルナの町というのが、まあ、小さな町があるんですけども、それをですねすぐ離れるともう森みたいなところがずっと広がるんですね。でこのホテルというのは町の中ではなくて、町と森のちょうどこう中間みたいなところにあるんですね。ですからホテルを出て森の方に少し歩けばですね、そんな遠くでなくても少し歩くだけでもこういうきれいなオーロラが、まあ、ご覧いただけるという、そういう状況なん、そういうホテルなんですね。でしかもですね、この北欧のオーロラというのは大体9月ぐらいから見え始めます、まあ、要するにですね、オーロラは年中出ているので、単に夜が出てくればですね、まあ、今まではそのいわゆる白夜の状態でずっと明るいからダメなんですけども、夜が出てくれば、夜になればこのオーロラが見える可能性がどんどん出てくるということなんですね、まあ、スウェーデンはですね、今ご案内させていただきましたように、日本からの入国を制限解除しておりますので、このまあ9月以降ですね、10月とか11月とかですね、冬の間にオーロラを見てみたいとこう思われる方はですね、このスウェーデンのキルナに行かれてみてはいかがでしょうか。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。